ルドラの情報によれば、父の艦隊はこの数ヶ月チヌークステーションで補給を行っている。統括に当たっているのはハスク。彼を捕らえステーションでの作戦を止めれば帝国に大きな打撃を与えられる。言うまでもないが、ハスクは帝都を追うための鍵になる。運が良ければ。この世に運なんてものはない。聞いてくれ、すごい数のベルトンだ。訪れる星の生き物を調べてくるなんて変わり者だな。帝国に必要なティバナガスを作ってるならベルトンも超重要だな。そうかもね。帝国を見つけ出して帝国から奪えれば、この戦争の終わりに大きく近づく。この半年は大変だったけれど、今度こそ捕らえられる。そう信じて。そうな。気になるのはこの戦争が終わった後のことだ。どうなるのか。正直なところ想像もつかない。帝国軍の訓練は民間人として生きる役には立たないから。あなたはどう？旅に出たかった。銀河を回るなんてどうでもないかも。前に行ったことあるでしょ。兵士としては自由になった彼らを見たい。ええ、それはとても素敵ね。ランディングパッドだ。そこなら敵に見つからない。ハスクは補佐官の塔の上層階にいるはず。上に上がれるターボリフトを見つけよう。ドロイドによるとこの先にあるストームトルーパーの部隊。よし、ついてきて。もちろんだ。倒せ。今よ、出る。敵の重火器兵を発見。警備が厳重だ。簡単にはハスクがたどり着けない。
考えがある。行こうよ。よし、塔の上で合流よ。それまで見つからないように。その塗装だと敵だと思われるわ。グズグズしてられない。封鎖船が試み始めてると聞いた。あの音声系全域で船に突破されてるらしい。あれ、ドロイド、塔に着いた。準備は上で会おう。なぜ誰もいない？そう簡単に行くと本気で思ったのか？アスク、封鎖線を抜けた時点でコルウスの動きは捉えていた。このまま相手をしてやりたいところだが、今の私は責任ある立場だ。お前の相手をしている暇はない。さらばだ、アイデン。そんな早く言わないと。あのサーデスロイヤー、アスクに違いなく。作戦は台無しだ。預けてる、そこを離れろ。何としても戦って血抜くステーションを抜け出す。アスク以外の任務が残ってる。やはり燃料補給の妨害を。どうやら戦闘機がいる。 X ウィングはステーションの反対側だ。トロイド、近くに使えるぜ。見逃すなと命令を受けている。
ITST。 レッドロケットランチャに。戦闘機の説明をちゃんとすべきだった。武器もついてる。何が不満だ。クラウドカーじゃないなら前方に燃料プラットフォーム。スターデストロイヤー3隻今から吹き飛ばす。確かにこれはクラウドカー向きじゃないな。いえ必要ない。燃料セルを吹き飛ばせばいい。連鎖して一気に爆発が広がる。あのスターデストロイヤーまでね。人生で一番ヤバい。最高でしょ。そうだな。司令部、デストロイヤーに向かうクラウドカーを発見した。これは帝国の通信につながってる。何か使えるだけマシよ。あのクラウドカー搬入じゃない。撃ち落とせワンツー。現在本機に合流せよ。0321点に搭乗者不明のクラウドカー撃ち落とせ。命中。ワンツー、あの船を止めろ。燃料セルがやられている。反対の地場流すか。やってますが、逃げ足が速くて。爆発が起きてしまう。やつらを止めろ。ですが外して燃料セルに当たれば同じです。では外すんじゃない。